おはようございますす情報ソムリエ少佐です、えー、今日はですね、えー、いつものニュースを切るみたいな話ではなくて情報ソムリエって結局何でこういう名前にしたかというとまあいろいろなお話ができるといいなぁと IT とかですねまあデジタルトランスフォーメーション DX とかですね、えー、っていういろいろ話をしたいというところで 最近あの、私の動画見ていただく人もやや多くなり、えー、そしてコメントなどもいただいているんですが、えー、少し気になることがあってですね、えー、今日は YouTube でチャンネル登録とコメント入力してみたい人のための解説、アカウントの作成とは、ア,アイコン、名前の変更方法は、みたいな話をしたいと思います。えー、っと、それでですね、 まあそういう話なんですけどえっ、ー、と YouTube で、えー、チャンネル登録やコメント入力をしてみたいんだけどどうしていいかわからないっていう不安とかですね気持ちがある人も多いと思うんですでアカウントを作る方法がまずわからない、えー、そのメールアドレスとかどうすればいいのとかですねそういう疑問が多分あるだろうとでもう一つは チャンネル登録とかですね、コメント入力をするとどうなってしまうのと、自分の個人情報がばらまかれたり、スパムメールがいっぱい来ちゃうんじゃないのと、そういう不安があるんじゃないかと思いますで。そこを解消するための解説をしたいと思います。で、えーまあ、結論的にはですね、結論的には、 チャンネル登録とかコメント入力を入力をするとどうなってしまうかという心配があると思うのでそこに先に先回りして答えを言うとですね、まあ、まずアカウントをすでに持っている、まあ、もしくはもうすでに作りましたという前提で話をするとまず YouTube の画面に公開されるものは何かというとですねコメントを入力した場合は コメント欄の先頭にですねアイコンとアカウントの名前が公開されますだからアカウントの名前に本名を使うのはちょっと微妙な感じがしますえ次に、えー、自分がこのチャンネルいいなと思ってチャンネル登録のボタンを押して登録したチャンネルについては初期設定ではあの公開されません他の人には、えー、知られません だけれども自分の YouTube のページっていうのがアカウントを作るとできるのでそこを見に行くと自分がどこ登録したかっていうことも可能ですし、えー、自分のチャンネルページの中で自分が登録したページを公開することも後から設定することが可能です。えー、次にですね、えー、アカウントを作ったときに使ったメールアドレスに届く情報ってどういうものがあるかっていうと基本は メールアドレスは公開されません、えー、ですから自分がどこかに明示的に書かない限りはスパムとかは来ませんただし YouTube からは連絡が来たりはしますでその YouTube から来る連絡のほとんどは自分が登録したチャンネルの新しい動画ができましたよとかそういう新着情報それと自分がいろいろなチャンネル登録しないとしても コメント入力した、えー、ことに対する反応がある場合は何か返信がありましたとかいいねがつきましたとかそういう、えー、連絡がきます。で一方で、えー、我々みたいに動画を作ってる側動画を管理してる側チャンネル管理者動画制作者が分かることっていうのは、えー、と、各々の,のの、えー、皆さんがコメントしたり チャンネル登録していただいていますがその人についてはメールアドレスは分かりません我々には分かりませんだけれどもアカウント名とそのアカウントの YouTubeID は分かります YouTubeID が分かるということはその人がアカウントを作った時に自動的に作られてしまう YouTube のページは見ることができるとだけどメールアドレスとか その人がどういうチャンネルを登録してるかとかそういうことは一切わかりませんのでそういうところは安心していいんじゃないかと思いますそこでですねまああのこれもうすでに持ってる人はもうみんなもう周知の事実ではことではあるんですけれどもアカウントの作成からログイン名前の変更までの手順を一度確認してみたいと思いますこれ 説明するとですね、意外に大変なんですよ。すごい時間かかりました、これ。でまず、ログインするんですけど、まあ、例えば、えー、ブラウザ、えー、パソコンのブラウザ、インターネットエクスプローラーとか、エッジとか、ク、え、ロームとか、サファリとか、ファイ e フォックスとか、そういうブラウザで、こう見に行くと、こういう、例えば私のチャンネルページであれば、こういうのができると。えー、できるというか、まあ、こういうページが見れるわけですね。 でその時にまあ、チャンネル登録とかまあ、この下の方にコメントしたいんだよとあのコメントあの面白かったよとかここについて質問があるとかっていうコメントを入れたい場合はアカウントを作ってログインしてる必要があるんですねそのログインはどこからするかっていうとここからログインをすることになりますでそこで えー、じゃあ、そのアカウント持ってない人はどうするか。えー、まあ、Gmail を持ってる人は、ここに Gmail のアドレスをですね、入れてくれれば、それで、あの、この後進んでって、そのメールアドレスでログインできるはずです。あんまあ、ちょっといろいろ新しい設定聞かれるかもしれませんけど、基本的にそれでいいと。で、 新しく Google アカウントを作る場合持ってないのでもしくは YouTube 用のメールアドレスっていうのを一個別に作ろうっていうのもいいと思うんですけどそういう場合は、えー、アカウントを作成という方をに行きますもしくはその Gmail 以外のメールアドレスを持ってるんだけどそのメールアドレスで YouTubeGoogle アカウントを作って YouTube のアカウントを作るということもできます なので、2番と3番の場合は、えー、アカウント作成ですね。Gmail をでに持ってる人は、あの、こっちから先に進むということになります。で、次なんですけど、アカウント作成の場合というのは、まずこういう、あ,あの、こういうこっちの画面になります。こっちっていうのは、あ、あ失礼。 こ,うですね、こっちの画面になってアカウント作成してこのボタンを押すとまずこれを聞かれるので自分用か子供用かビジネス用なのでまあ自分用に無難にするとでそうすると次にアカウントの Google アカウントの作成 Google アカウントを作成した上でそれが自動的に YouTube アカウントに紐づくというようなイメージを持ってください。 なので、ベースは Google アカウントなんですね。で、ここに名前を入れます。例えば、えー、トラウサギと、ここでは入れてますけど、この生命、名前がですね、YouTube のコメント欄、YouTube にコメントを入れた場合に、コメント欄に出たり、えっ、ー、と、チャンネル登録した場合に、そのチャンネルの管理者に、 知られる名前になりますだから、ここ本名をやめた方がいいと思います。なので、例えばトラウサギとか。で、もしくは後から変更も可能です。別に本名なんて大したことないっていう人は、それでも全然構いません。で、次にですね、えー、こうして入れていくとですね、いくんですけど、あ、そうそうそう、えっ、ー、と、 Google じゃないメールアアドレスを入れる場合ででもあのアカウントの作成ができます。それをあのここに入れることもできるんですけどその場合はそのメールアドレスに認証番号っていうのがメールで送られるので、えー、自分の持ってる Gmail じゃないメールアドレスの,あのメールを確認してあの 4, ん4桁か5桁の数字が来るのでそれを入力するような手順が ちょっと増えることになります。でそうすると、まあ、ここまででアカウントができたものとします。で、次はログインどうやってやるかっていう話なんですけど、えっ、ー、と、PC 版。PC 版の場合は、まあ、この上の方に YouTube って書いて、ここにログインって出ますね。スマホの場合は、ログインという言葉はないんですけど、この人、人影のマークが出ます。 で、これをですね、まあ、あの、クリックなりタッチすると、こんなような、Google ログイン、メールアドレス、次へとかってなるので、ここにメールアドレスを入れて、メあ、ドを入れて、次へ、ポチッとすると。すると、あの、ログインできるんですけど、で、その時にですね、えっ、ー、と、先ほど言った、 間違って本名を入れちゃったとかそういう場合があると思うのでアイコンと名前の変更方法 Google アカウントの,あの名前の変更方法をここで説明しておきますでログインした YouTube に YouTube にですよ YouTube にログインするのに Google アカウントにログインすることになるんですけどその結果、まあ、PC だと、まあ、例えばさっきの月うさぎ で PC 版だとこういうマークが右上に出てまあスマホ版でもまあこういうマークが出るんですねなのでこのマークをピッとクリックするなりタッチしてやるとこういうメニューが PC 版スマホ版で出ますそれでその名前の Google アカウントの名前の変更ですので、えー、それをするにはどうするかというとここをですねク,クリックタッチ します,すると次のページに行くんですけど次のページがこうなって PC 版の場合は、えー、今 Google アカウントの名前がトラウサギさんになってるので、えー、これを変更したいという場合はどうするかというとここの個人情報のタブをですねクリックします。あそれとついでに言っておくとあのアイコンの この画像も変更することができて、その場合はこれをクリックですね。あのそうすると画像の変更でいろいろな画像を選べますので、それを選ぶと。で、今は名前を変更するということをしたいので、ここですね。え個人情報のタブをピットしますと。そうすると、えー、今ここをタッチしたので、こういう画面になって、Google サービスのプロフィール情報ということで、 えー、ここに名前が出てますと。で、これ、ここをいくらクリックしてもダメで、ここをクリックするんですね。ここをクリックします。でそうするとどうなるかというと、こういう名前を変更、名前が表示されて、これ、ニックネームはとりあえず気に,気にしないでください。で、これを変更するために、さらにこのペンマークをクリックします。ペンマークをクリックすると、こういうふうにですね、こういう画面になって、まあ、あの、 マウスで移動させて、えー、キーボードで打つことによって変更することができます。で変更が終わると、保存ボタンを押して保存されます。これが PC 版ですね。次に、えー、スマホ版です。スマホ版も、まあ,あのアイコンをクリックすると、こういうメニューが出てきますので、えー、ここの部分で、ここですね。 Google アカウントを管理というところを押すと、ここからこういう画面になります。こういう画面になったら、ここにですね、個人情報というタブがありますので、これをタッチします。すと、どうなるかっいうと、えー、今、えー、個人情報のタブが出ました、えー、基本情報というのがあって、ここに名前が出てます。で、この時にですね、えー、ここ、写真。 写真をあのタッチしてやると写真を交換変更することができます。で、今はちょっと名前の変更なので名前の変更はここですね。で、ここをですね、えー、っと、これかなこれをタッチするとこっちの画面に行きます。そうするとさっきと同じようにペンマークが出てくのでこのペンマークをタッチするとここで、えー、変更することができます。 で、これ変更するとですね、保存が恐れるようになるので、保存で保存するということになりますと。これは同じページ、同じ意味ですね。で、まあ、こうして、アカウントの作成の説明をしました。Google アカウントの名前の変更方法がわかりましたと。本名はやめた方がいいですよという話ですね。 えー、ということで今日はですねまあ全般的なあの話なんですけど、えー、結局 Google アカウントを作っまあ YouTube のですね、えー、ログインするまで、えー、チャンネル登録とコメント入力をしたいので アカウンントを作ってログインしたいんでですねでその時にログインするときにアイコンとか名前をああ間違っちゃったっていう人も多いと思うのでその変更方法について解説してみましたこれの次にですね、えー、実際にチャンネル登録とコメント入力するとどうなるかという話をしたいと思いますでは今日はここまででお相手は情報ソムリエ少佐でした失礼いたします